にちは。佐久市文化事業団広報情報番組ライブトゥーハート、ご案内は佐久市文化事業団館長兼芸術監督の、奥村達夫です。オンエアでチェック。さて、佐久の夏を彩る風物詩になりつつありますキッズサーキットイン佐久、いかがだったでしょうか。順番にいくつかの公演や会場の様子などをご覧ください。8月2日、3日、4日にはキッズサーキットイン佐久が佐久市内各文化ホールで行われました。このフェスティバルは児童青少年向けの演劇フェスティバルとして2016年から始まり、今年で4年目となります。佐久市内には文化ホールが点在しており、この文化ホールを有効に活用するために総合プロデューサーで佐久市文化事業団館長兼芸術監督の奥村達夫さんが提案し開催されました。今年も佐久市文化事業団コスモホール、佐久市交流文化会館朝品、佐久平交流センター、佐久市市民総連センター、佐久市駒の里ふれあいセンター、駒場公園ギリシャ劇場など市内の各文化ホールにて3日間で22公演が行われました。多分終わるまではゲロとも言われないと思いますので、そういうふうにしてくつろいでいただければ。どの会場もたくさんの子どもたちが来場しており、拍手をしたり出演した俳優たちと握手やハイタッチをしたりして盛り上がっていました。クロージングセレモニーではキッズサーキットの関係者や3日間ボランティアをした佐久市文化事業団コスモホールの劇場好き劇団コスモアカデミアのメンバーが中心となって、会場一体となってふるさとを合唱しました。多くの子どもたちにご覧いただきました。ファミリーや子ども同士、またどなだけでもいらっしゃった方もお見受けいたしました。市内ばかりではなく市外や県外からも来てくださっていました。演劇ばかりでなく舞台芸術の素晴らしさに数多く触れていただき、今後に役立てていただけたら嬉しいですね。また来年の夏のキッズサーキット in 佐久、楽しみいただきたいと思います。さて、次は8月のランチタイムコンサートの模様をご覧ください。ソプラノ、メゾソプラノのお二人の歌とピアノを楽しみいただきました。聞いてくださってたくさんの方にご来場いただきまして、もうとても嬉しく思っています。本当に感謝いたします。ありがとうございます。なお、9月のランチタイムコンサート
あとは9月の27日の金曜日です。会場は桜平交流センター、12時10分から12時40分までの30分間です。料金は無料となっておりますので、ぜひ多くの皆様にご来場いただきたいと思います。さてもう一つ、パス第59回の模様を引き続きご覧ください。8月の25日日曜日午前中はコスモアカデミーの演技レッスンに続いて、お稽古のようにミュージカルを楽しもうと題して体験講座を行いました。いろんな要素を中に入れられるんですよ。織り込みながらちょっと非常に午後はパスとして行いましたので、皆さんとても楽しく過ごしていただけたのではないでしょうか。音を発することじゃないです。音程通りの音を出すことじゃないです。音と音をどうつなぐかです。今ありましたよ。だからバー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 、こういう感じで軽く使うとなんかピクニックになっちゃう。だからバー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 、こういう感じに力強くバーってつなぐからエネルギー差が生まれるわけです。これはだから音程を正しく歌うことでは決して出てこないですね。なのでバー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 、前に行くよ。バー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 ながら町映画を素人題して行います。お隣の小諸市で作られた町映画坂道ラプソディなど、最近は町づくりや地域活性化の目玉として商業映画とは違った市民が参加しての映画作りが制作されるようになってきました。そこで町映画が作られる仕組みと合わせて映像のための演技などを体験していただこうと思っております。講師は映像作家で映画監督の藤橋誠さんです。9月の15日日曜日14時から佐久市コスモホール小ホールで、参加費は無料となっております。すでにお申し込みが開始になっております。定員は50名、定員になりましたら締め切らせていただきますので、お早めにお申しください。お申し込みください。そして最後のご案内はセプテンバーコンサート作についてです。セプテンバーコンサート作は今年で4回目の実施となりました。もともとはニューヨーク同時多発テロの翌年2002年から始まり、毎年9月に全世界で開催されているコンサートです。その日本版作版がこのセプテンバーコンサート作なんです。今年は9月の8日日曜日朝10時から16時30分までコスモホールの全館を使って開催いたします。なお午後1時からは FM 桜平で舞台ライブの公開生放送も行います。出演はアランヒルズ、伊沢佳代子、赤羽五郎、カンフー少年他の皆さんです。またロビーや玄関ではですね、ピースマルシェと言って、30店ほど出店する予定になっております。また場外にはですね、キッチンカーなども出る予定です。この模様はまた来月皆様にこの番組でご紹介したいと思っております。今月は
ここまで。来月またお目にかかりましょう。提供は作詞。